ジャニーズアイドルたちの弟たち、個々の輝きと悩み、ジャニーズアイドルの弟たちの新たな舞台、ジャニーズ事務所から生まれるアイドルたちは、その活動だけでなく、私たちの日常に深く影響を与えています。そして、時折、彼らの家族や兄弟たちも注目を浴びます。本校では、最近注目を集めているジャニーズアイドルたちの弟たちに焦点を当て、 彼らがどのように異なる分野で活躍しているか、また、その背後にあるストーリーを追求します。菊池風魔の弟、恩王の新たな挑戦最初に取り上げるのは、セクシーゾーンへのメンバーである菊池風魔の弟、恩王さんのプロボクシングデビューのニュースです。身長180センチを超え、 父親であるミュージシャンのジョー・トシシと共にファッション誌のモデルを務めた経歴を持つ弟王さん。彼が昨年11月にボクシングのプロテストに合格し、デビュー戦が期待されているとのこと。風間くんも自身のインスタグラムで嬉しさを綴り、親子の絆を感じさせる写真を公開しています。一方で芸能ライターのコメントによれば、 風魔くんとの兄弟関係に触れたコメントも寄せられ、ファンたちの期待が高まっていることが伺えます。平野紫仕様の弟、平野陸の遺産一義に登場するのはキングプリンスへのメンバー、平野紫仕様の弟である平野陸氏。彼はアパレルブランド、RKS ・リキーの代表を務める傍ら、陸名義でアーティスト活動も展開しています。 紫輝くん同様、国宝級のイケメンとして知られ、ファンの中には兄弟愛を感じる兄弟、死もいるとのこと。ただし、注目度が高まる中で、一部の金プリファンの中で、陸士に対する批判的な声も上がっているようです。陸士が兄の楽曲を i k クトクオーダー踊る姿に対しては、好意的な反応と同時に、 家族が出しゃばってくるのは好きじゃないといったコメントも見受けられました。これは、ジャニーズアイドルの家族が持つ一面を考える材料となります。生田斗真の弟、生田竜聖のプライベートな兄弟関係ジャニーズ俳優生田斗真の弟、フジテレビアナウンサーの生田竜聖も興味深い話題を提供しています。インスタグラムで公開された2ショット写真には、 兄弟としての仲の良さがにじみ出ており、ファンからは、仲良し兄弟、イケメンブラザーズ、といった賞賛の声が相次いでいます。このような兄弟愛の現れは、ファンとしては心温まるものでしょう。しかし、ジャニーズタレントの弟たちには、花の道だけでなく、苦労や悩みも潜んでいます。 赤西玲穂の告白、兄の名前に隠された孤独赤西玲穂は、ジャニーズタレントである赤西仁の弟として知られています。しかし、彼が過去に語った苦労話は、ジャニーズの影に生きる弟たちが抱える厳しい一面を浮き彫りにします。記事によると、高校入学後、仁の弟であることが原因で生徒に押しかけられるなど、非常に辛い経験をしていたようです。 また、芸能界に入ってからも、ジンの弟であることを公表せず、バレてからは知らない人に、おいやかにし、と追いかけられたり嫌がらせを受けたりしたとの、こと。ジャニーズの舞台裏に光る弟たちの輝きジャニーズアイドルたちは、その輝かしいステージで多くのファンを魅了してきましたが、その陰で暮らす弟たちも、またここの道を歩み、新たな舞台で輝きを放っています。 音能さんや陸士、竜清さん、タ太持さんのように異なる分野で活躍する彼らは、兄の名前に縛られずに、自らの個性を発揮しています。ただし、その一方で、赤西玲穂が語るように、兄の名前に縛られ、孤独を感じる瞬間もあることを忘れてはなりません。ジャニーズタレントの弟たちが抱える悩みや挑戦は、 彼らがどれほどの努力と覚悟を持って自分の道を歩んでいるかを示しています。この記事を通じて、ジャニーズアイドルたちの弟たちに対する理解が深まり、彼らが前進し続ける姿勢に敬意を表したい。彼らがこれからも光り輝く未来を築いていくことを期待してやみません。見ていく。